はい、こんにちは、伊藤のベロです。今回はおっとっとアイスを食べまーす。最近このおっとっと自体を食べてなくて味の違いがわからないので、この普通のおっとっとと食べ比べてみたいと思います。まずはね、普通のおっとっとから。うん、懐かしいね。今はこういう風になってるんですね。いただきまーす。うまい。ではこっちのアイスをいただきまーす。中身はなんか普通に真っ白。じゃあいただきまーす。クリーミーですね。うん、塩加減が結構やっぱり似てますね。味が似てるっていう意味では似てますけど、また食べたいと思う。いや、これを混ぜて食べてみようかな。こうやって美味しくなかったね。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアケンちゃん、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとうございます。普通に飲むだけです。5月4日はですね、劇団スカッシュの前川健二さんの誕生日ということで、まあ今日はね、ちょっと動画をね撮ることにしました。いやー、おめでたいですね。おめでたい。あー、おめでたい。健ちゃんおめでたい。健ちゃんおめでたいよ。思い起こせばいつでしたかね。僕初めて健ちゃんと会ったのは2012年10月くらいのでしたっけ。あれ、とある駅で僕と彼は会った。どちらともなくお互いを意識して、そしてどちらともなく会った。そう、その時の彼は素敵でしたね。伊藤のぶ！伊藤のぶ！って言ってくれて、僕も、ケンちゃん！ケンちゃんって言って、でも、ずっとね、肩をより寄り添い、激しく、伊藤のぶ！伊藤のぶ！ケンちゃん！ケンちゃん！伊藤のぶ！ケンちゃん！伊藤のぶ！ケンちゃん！思い出すなぁ。そんなことがありました。で、まぁ、今回は、僕の、思い出深いケンちゃんのですね、もうほんと個人的な、好きなケンちゃんの動画をね、言ってきます。で、その動画は、説明欄にね、リンクを貼っ付けておくので、もしよかったら見てください。まずね、ケンジさんといえば、階段落ち。階段落ち、まあ、たくさんあるんですけど、すごいんですよ。もうめっちゃくちゃ落ちまくってるから。なので、僕が見つけられる限りのケンジさんのね、階段落ちの動画を下のリンクにまとめておきますので、もしよければご覧ください。で、あとね、ケンジさんがね、なんか、旅の途中でね、小指折っちゃうんですよ。ぼっきり折っちゃって、でも使い物にならない。もうダメだ。って時に、ゆうやさんが、ガマの油を買って、それをその指に塗れば、ケンちゃんの指が治るんだって言ってね、そんな動画があるんですよ。なので、それも、ちょっと面白いので、貼っときます。もうね、たくさんある。たくさんあるので、いっぱい貼っときます。まあね、ほんとは読めたい。読めたいな、うん。普通に飲むだけです。そんな感じで、今回は、ケンジさんおめでとうございますっていうね、そういう動画でした。またね。伊藤のぶ！伊藤のぶ！ケンちゃん！ケンちゃん！